今日ケンタッキーにしない？こんにちは。今帰ってきましたゆいです。いやいや違う。だけど私は飛び回りますよ。あなたなら思うのになるまで。ごめんね、ごめん、置いてけぼりにしてごめん。ということで、あ、ライトつかないわ。ありますよって感じでやってきました。今日ケンタッキーにしない？声似てるって言われて、なんかゆりさんケンタッキー食べてくださいって言われたんで、ちょっと実は買っちゃいまして。そんな言われたらなんか普通になんかケンタッキー食べたから、たまにやってくるのケンタッキー禁断症状みたいな、あれ何なんですか？これね、本当にちょっとズボン流してもらって、はい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 。今日はね、ヘアゴムどこに行ったかな。もういいや。はいはい、やってまいりました。皆さん嬉しすぎて、もう嬉しい。しかも私月見バーガーってあんま好きじゃなかったんだけど、とろーりって言われたから、とろーりですかみたいな、そんな感じで、あの、どうですか皆さん。もう一回言わせて。なんかアップルパイついてきたんだけど、とろーり月見セットをセット買ったんですよ。なにこれ、ちょっと、今日ケンタッキーにしない？違うね。なんかタラララタン、ジャンジャンジャランジャンジャンジャン、購入品紹介です。今回は月見とろーり月見バーガーのセットを購入しました。中にはこちらのね、こういう感じでちょっとテクスチャー粗めの、なんかそうですね、結構オイリー肌のものをね、はい、すいません、何言ったよなーって。テンション上がる。ごめん。なんかちょっとカロリー気にしてさ、なんかちょっと今日だけカロリー気にしちゃってさ、ウーロン茶買ってんのね。いける。ちょっと待って、どうやって。盛りたい、盛りたい。結露で手拭こう。そして追加でクリスピーやっちゃいました。影薄い。はい、もしもし、うん、ごめん、昨日赤が来てた。いや、そうなんだ。そうそうそう、久々にいい話ね。あのさ、あれめっちゃ最高だった。どれ？あの、手下げ、エコバッグ。バッグ？チェックのやつ？え？チェックのやつ？チェックのやつ。まだあれは使ってないけど、うん、
あのシュパットのやつは、うん、でもこれも絶対仕事でさ帰りとかバッグに入れて使えるしね。そう、ちょこっと買うのにいいと思う。あれめっちゃいいねこれ、うん、はい、母との連絡終わりました。それじゃいただきたいと思います。ちょっと待って、ビール飲もう。えい、もうさ、このさ、景色さ、見すぎてさ、もうデジャブじゃない？もはや。やべ、冷めちゃったよ、ちょっと。いただきます。若い時は、てか、今もわかんないけど、昔はめっちゃカリカリのポテトが好きだったのに、やばい、なんか、さっきお母さんと喋ったから、マジ鹿児島弁にしないと違和感あるわ。鹿児島弁でした。てか鹿児島弁最近喋ってないよね。乾杯、いただきます。うんま、まずテリヤキチキンバーガーっていうのがうまい。うまっ、まだトロトロには出会えてない。うん、これ何パイなんだろうね。うまっ、てか久々、うまっ。このとろーりってどこにあるんだろう。うわ、見たくない人ごめん。出てきた。正直月見バーガーのこと美味しいと思ったら初めてだ。うまっ。てかさ、まあいいよ。クリスピーは私たちの味方です。いただきます。ASMR。 これは何？パイ？何パイなんだろう？いただきます。ん？カスタードパイ。
うまっ。うわ、久々食べた、このチキン。皆さん見てください、秒でした。美味しかったな。ってことで、半沢直樹が始まるまであと40分を切りましたので、ここで私はお風呂に入りたいと思います。あ、でもね、聞いて、もう今日めっちゃ嬉しいことあった。いただきました、ありがとうございます。これはプレゼントなの、私の。あとこれももらったの、やばくない、私の大好きな木の実。これファイヤースティックあったらさ、最強じゃない。ありがとう。ってことで、今からマッハでお風呂に入ってきて、お風呂で入ってきて、うん、お風呂に入ってきて、ナイトルーティーンやっちゃいたいと思います。ほんまに、ほんまにもう今日はヨウさん食べましたわ。違う違う、こっちの目。あとご飯炊かないとね。お風呂入りたいと思います。バイ。お風呂から上がりまっ、やっていきます。くしゃみ2連発で出ちゃったよ。くしゃみがね、出ちゃいまして、先ほどでっていう話だと思うんですけどね。気を使ってんのは、前に紹介していただいた VT さんので言いますか、ね、さっきのケンタッキーのウーロン茶移した。で、これ買ったの、購入品紹介。ナチュラルキッチンだっけ、コスメキッチンだ、コスメキッチンで買いました。ビレダのスキンフード、ボディバターになってます。なんかさ、本当に最近また肌荒れがやばいっていうか、あの皮膚荒れがやばくて、皮膚が乾燥してさ、もうそれでなんかめっちゃまた湿疹とかになってきちゃってて、やべえなと思って、とりあえず保湿が何よりも大事だっていうことは分かってるから、
保湿したいなと思って。ああやばいわ、そのコスメキッチン、嘘でしょ。四面楚歌、そう、それで買いました。紹介してもらって買ったやつです。いいのかわかんないんで今からつけて、今回はこういう、もうマジのこういうタイプにしました。テクスチャーはこんな感じで、マジハーゲンダッツですか的な感じで、結構しっとりとした感じ、このなんていうんだろう、こういう結構こっくり系にしました。でもなんか私がこれ決めた理由としては、こんだけこっくりしてても全然なんていうか、そのめちゃくちゃベタベタしてとかってならなくって、で保湿プラスこういうかゆみだったりを鎮静してくれるっていう成分も入ってるっていうのを聞いて、なおさらあ、なんか私の肌に合うんじゃないかなと思って買いました。もう何よりも保湿しないといけない、本当にやばい、もう私の皮膚がどんどん黒ずんでいくのはもう本当に見たくないでしょ、みんなもね。だからどんな感じで使ってんです、使っていきます。であとはこちらこれもいいのかまだわかんない、ただ購入品紹介なんですけど、ドクターハウシュカのハンドクリームになってます。乾燥により荒れた肌手先に潤いを与えますみたいな、まあ、角層に浸透しって感じで、本当に角層ケアみたいな感じだったので買いました。すごい、本当に足とかもさ、また乾燥しちゃってさ、本当にもうこの最近思うのはやっぱり健康第一。そう、もうお酒もねほどほどに飲むようにしているんですよ実は。とりあえず半沢直樹が終わるまでのナイトルーティーンでございます。半沢直樹ってなんであんな面白いのね、本当にね、謎じゃない。うん、ペッタペタでいい、ペッタペタで、はいはいはい、こんな感じで、もう保湿の女って呼ばれたいから本当に。来た、始まるで。なんか良さそうな感じですよね。続けたいと思います。ってことでみんな、もう始まったので切りたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。みんな、今週もね、疲れたと思うんですけれども、また一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。